東京選挙区令和新選組公認候補山本太郎の登場です。立てて申し訳ございません、ただいまマイクを握っております私は令和新選組で代表を務めております山本太郎と申します。ここ東京から立候補しております。どうか東京のお住まいの皆さんには1枚目の投票用紙に山本太郎と書いていただきたいんです。今当落線上ギリギリ頭一つ抜けさせてください。どうか山本太郎をあなたのお力で国会に送り込んでいただきたいんです。東京にお住まいのあなたには1枚目の投票用紙山本太郎とお書きいただきたい。そして2枚目の投票用紙比例、全国どこからでもひらがな3文字令和とお書きください。よろしくお願いします。令和新選組、私たちの党ができて3年になります。一度マイク切りますね、サイレン近づいているので。改めましてこんばんは、山本太郎、ここ東京から立候補している令和新選組の代表でございます。令和新選組、ご存じない方もいらっしゃるかもしれません。令和新選組ができて3年目になります。最初に旗揚げをされたのは2019年の春のことでした。その夏に行われた2019年の参議院選挙で2議席を獲得、そこから国政政党となったわけです。この2議席獲得したうち1人は重度障害者の木村英子、そしてもう1人は難病 ALS の船子康彦、この2人が国会議員としてスタートしたのが令和新選組でした。そして今回の選挙でも特定枠を使い、世界の中でも最も障害の重い研究者の1人である天畠大輔、先ほど皆さんにご挨拶をさせていただいた天畠大輔が私たちの今回の仲間です。どうかこの多様性あふれる令和新選組、皆さんのお力で一人でも多く国会に送っていただきたい、そういう思いです。先日街頭演説してる時に言われました。あなたは応援してるんだけどね、障害者を国会に送ったことに関しては私は何も納得していない。どうしてあのように自分の意思、それを表現するのに人の手を借りなきゃいけない人たちを国会に送ったのか、そのように言われました。決してそれは初めてのことじゃない。もっと言い方を選ばない方ならば、あんな浮き元みたいなやつを国会に送り込むなんてお前どうかしてるぞ、そういうことを言われる方もいらっしゃいます。でも冷静に考えていただきたい。どの人にとっても障害者になる確率ゼロとは言えません。つまりは人生の途中で何かしらのアクシデントによって障害を負うことだってあるわけです。それだけじゃない、誰もが年を取る。その年を取った時に当然寝たきり、このような状況にもなり得るわけですよね。でもこの国において寝たきりになってしまってからの先の人生、地獄じゃないですか。途中で自分自身が何かしらのアクシデントになった時に
私は今のこの国のままでは絶望的な思いのままその先の人生を生きなければならない、そんな国なんじゃないかと考えています。つまりは何か、こういった重度障害を抱えた方や様々なそれぞれの問題を抱えた人たちが一人でも多く国会に行くことによって、国会という場が本当の多様性のある場になっていく、一人でも多くの700人国会議員のいるうちの一人でも多くが当事者やそれに近い人たちが行くことによって、この国の抱える社会問題の一つ一つがやっと解決される方向に向かうんじゃないでしょうか。例えばですけれども、先ほど天畠大輔の方から話がありました重度訪問介護、この話についてよくわからなかった方もいらっしゃると思います。つまりは24時間介助者の存在がなければ生活ができないということ、もちろんそこに対して国からの支援、自治体からの支援はありますけれども限定されています。例えばそのような障害を持った人たちが学びたい、働きたい、そう思ったとしてもそこに公的な支援はありません。つまりは働きたい、学びたい、その時間を使うならばその間は自分自身でお金を払わなきゃいけなくなる、そんなこと可能ですか。つまりはこれはどういったメッセージかというと、障害を負った者は狭い家の中でずっと過ごせばいい、バリアの中に居続けろと、そう言われていることなんですよね。私は何も障害者のためだけにいい社会を作りたいわけじゃない。この国の中で高齢化が非常に大きな問題になっている、つまりは寝たきりになってからのこの日本をどう作っていくのか、寝たきりになってからのこの国のビジョンなんて一切国会の中で語られることないじゃないですか。あなたがもしも高齢化、高齢者になって体が動かなくなって、たとえ寝たきりになったとしても自分が映画に見に行きたいと思えば映画も見に行ける、何かしらスポーツ観戦を楽しみに行きたいという時があればそれもできる、寝たきりになったとしたって家の中にそのまま放っておかれる存在ではなく、人間の尊厳を守りながら自分の最後の人生の時まで、その最後の時が来るまで人間の尊厳を守れるような社会を今からみんなで作っていく必要があると私たち令和新選組は考えています。だからこそある意味で寝たきり界のトップランナー、重い障害を抱えたそういう方々、もちろんその方々は日常的に自分たちで事業所を運営したり研究者であったり、さまざまな活動をこれまでしてきた方々です。その寝たきり界のトップランナー、重い障害を抱えた方々に、私は国会の中に入ってこの国の政治では語られなかった寝たきりになってからのこの国のビジョンをしっかりとこの国の政治の中に作っていきたいです。どうかお力を貸していただきたい。それこそがこの国の国家戦略として必要なことの一つじゃないですか。令和新選組、テレビなどマスコミでは奇人変人扱いです。でも私たちが訴えている政策は決してそんな気をてらったようなものじゃない。本当に今この国に必要な政策、それを数々訴えさせていただいております。その中でも一番皆さんに身近なものをこれからご紹介させていただきます。令和新選組が一体何をやりたいのか、簡単に皆さんにお話をさせていただきます。ここ東京選挙区、ここ東京から立候補しているマイクを持っている私は山本太郎、山本太郎と申します。東京にお住まいのあなたには1枚目の投票用紙、山本太郎とお書きいただきたい。そして2枚目の投票用紙、比例では全国どこからでもひらがな3文字、令和、令和とお書きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。この国でまずやらなきゃいけないことは何でしょう。徹底した経済政策です。徹底した経済政策により一人一人が使えるお金を増やしていくこと、一人一人の持つ購買力を上げていくことによって社会にしっかりとお金を回していく、
この国の経済をしっかり底上げしていくことが私は何よりも急務だと考えています。その一丁目一番地として私たちが行いたいことが消費税の廃止です。消費税廃止、そう聞いて皆さんちょっと呆れたかもしれません。30年以上払い続けている、当たり前のように、空気のように皆さん消費税当たり前のように取られてますよね。この消費税がなくなってしまえば、これ何か自分たちに不利益が被るんじゃないか、そう思ってる人多いと思うんです。でもどうかご心配なく、たとえ消費税が廃止されたとしても、あなたに対する不利益はほぼないと言っていい。その理由は何か、消費税は何のために使われているかを考えてください。消費税は何のために使われてますか？テレビ新聞などでは消費税が必要な理由として語られるのは社会保障のためですよね。社会保障を支えるために消費税が必要だと言われている。でもごめんなさい、事実と異なります。皆さんから絞り取られた消費税、それを集めた消費税収、この中の一部しか社会保障には流れていません。つまりこの一部社会保障に流れているというところさえしっかりと手当てがなされるならば、皆さんに対して消費税をやめても何も不利益はない。私たち令和新選組はそう断言します。消費税、もともと何のために取る、そういう税金だったか皆さんにお知らせしたいと思います。おそらく消費税が始まった時にはすでに大人だった皆さんにはこれは言うまでもありません。消費税とは直間比率の是正、つまりは金持ちに減税、大企業に減税、その穴埋めとして消費税が導入されたという話。この時点でちょっとおかしな話でしょ。一部の人たちに得をさせるためにみんなから広く薄く絞り取れというのが消費税の考え方です。要求をしたのは誰か、経団連、1986年の要望書からスタートしている。じゃあこの消費税どれぐらいの割合でこの一部の人たちのために埋め立てとして使われているか。消費税が始まったのは1989年 3%、 そこから2016年までの間、消費税と法人税、この2つに特化して言えることがある。それは何か、消費税収のうち約 73%、 約 73% が法人税減税の穴埋めに使われていたと言える。こんな税金あっていいわけないですよね。みんなのために使うんだよ、だから消費税許してね、100歩譲って理解しようとしよう。でもそうではない。消費税がある理由は自分たちに組織票をくださる買い主、企業献金をくださる買い主、落選した時には就職斡旋してくれる買い主、一部の資本家大企業のために大減税を行うための財源が消費税っていう話。こんなの納得できるわけないですよ。皆さんは納得できますか？私は納得したくない。この消費税をなくして一番嫌がるのは資本家や大企業でしょう。でも根本的な考え方として、一部の人だけを得させるためにみんなから絞り取るなんて今の時代に許される話じゃないですよね。この消費税を私たち令和新選組は廃止、廃止にしたい。山本太郎さん、気持ちは分かるんだけど、あなたが言ってることが本当だったらテレビ新聞でとっくの昔に言ってるんじゃないですか。そう言われる方いらっしゃる。昔の新聞にはちゃんと書かれてますよ。直間比率の是正、減税するために間接税で埋めるんだってこと。でも最近のテレビ新聞そんなこと言いませんね。理由は簡単、新聞は軽減税率の適用を受けてる。つまりは消費税を安くしてもらってる側なんです。つまりはそんな飴玉をもらってる人たちがその飴玉の裏側をわざわざバラすはずはない。テレビはどうでしょうか。テレビの母体はもともとは新聞です。それを考えるならば利害関係者、わざわざ皆さんにそのことをお伝えする、そんな理由ありますか。ありません。大人の世界です。
でもちょっと待ってくださいよ。一部の人たち、自分の恩返しをしたい相手のためにみんなを損させて、一部に貢ぐために絞り取るなんて、そんなことを許しちゃダメですよね。これって国会を自分の職案として利用している人たちのやり方じゃないですか。そんな活動を許されない。逆に消費税をやめた方が皆さんにとってはプラスになります。消費税をやめれば当然単純に毎日が 10% オフ、今まで取られていた皆さんの消費に対する罰金、これから一切払わなくてよくなります。例えば1000円買い物した時に取られる罰金、消費税は100円、1万円買い物した時に取られる消費税罰金は1000円、あなたのお手元に置いておける。ちょっと大きな買い物をした10万円、その時に取られる罰金は1万円ですよ。そのお金払わなくていいんです。つまりあなたの手元にお金を多く置いておける。皆さんの中で1年間消費税どれぐらい払ってるか、それ考えたことある人います？おそらく事業を やられてる方、経営者の方ならば消費税納税のために年間これぐらい払ってるって大体目処つくと思うんですけど、一般の消費者、今日朝家を出てここ新宿に到着をするまでの間に細々と何かしら買った、その時に取られた消費税、1日数円数十円、それが1年間ちりつもでどれぐらいの規模になるかなんて考えませんよね。だいたい収入そんなに多くない人たちで1年間に取られる消費税は1ヶ月分の所得にこれは該当すると、相当すると。つまり消費税をやめますと言ったら一体何が起こるか、あなたの手元に1ヶ月分の給料近くのお金を置いておける。そのお金皆さんどうされますか。貯金する人もいるでしょう。でも全部が全部貯金ですか。一部消費に流れますよ。物買いますよね。欲しかったもの、食べたかったもの、手に入れたかったもの、お金がそういうふうに流れていけば消費が喚起されていく。物が売れる、物が売れるっていう状況になれば当然皆さんの所得も上がっていく。それだけじゃなく、これまでどんどん落ち込んでいってた投資、企業も投資を始めるという流れになっていく、そんな話なんですね。そんなうまいこといくかよ、そう思われた方。世界ではこのコロナ禍、消費税に関してこれは減税していってるんです。そりゃそうです。消費税によって消費が減ってしまえば当然所得も減ってしまうんですね。それを防ぐために社会が不安定な時には消費税は減税する、これ世界の常識です。実際に減税をした国、例えばドイツ、2020年7月、ドイツは 2% から 3% のレンジでこれ減税することを決めました。そこから半年後、これ消費に対する支出、物を買おうとする人たちのお金の出し方、 36% 上がったんですよ。つまりは 4.8 兆円レベル。消費に対するブレーキ、消費税を緩めれば消費は喚起される、お金が社会に回る、常識中の常識です。でもその常識が通用しないのが日本という国。たとえ不況であったとしても消費に対する罰金は上げていきます、コンスタントに。1997年消費税 5% になった。そこから、その翌年から日本は本格的不況。そこから25年以上不況なんですよ。そりゃそうです。消費税を上げるたびに消費が落ち込む。消費とはあなたがお金使ってくれる行為。あなたが新宿でお金を1000円使う、その1000円はそのお店の従業員の給料になったり、その従業員の給料ばかりでなく、そこで買った商品、それを使った人たちの、それを作った人たちにもお金が流れていく。あなたの消費は誰かの所得に変わっていくっていう循環ですよね。この景気が悪い時に何度も何度もこの国は消費増税を繰り返した。その度に消費は落ち込み、所得は落ち込み、そして投資も落ち込んだ。そんなことを何度もやってる間にこの国の格差むちゃくちゃ開いたんです。みんなの所得べらぼうに落ちてってんです。どれぐらい所得が落ちたか、厚生労働省
所得の中央値、高い所得から低い所得まで全部並べてみますよ。その真ん中の値、所得の中央値、25年間で108万円低下。この国は消費税によって働き方が壊され、そればかりかみんなの所得までどんどんこれは下がっていくことになった。それだけじゃない、完全に地盤沈下しちゃってます。これはコロナが来る前、令和元年、その時の状況で、厚労省の国民生活基礎調査、その内容を見てみれば、生活が苦しいと言われている方々、全世帯の 54.4%、 母子世帯でも 86% を超えている。もうすでに25年不況、そこにコロナまでやってきて、今の物価高ですよ。ここに対して節電ポイント2000円で何とかできる局面ですか？心配しなくていい。その翌月からは節電にちゃんと協力すれば、さらに80円分の節電ポイント差し上げる。それで何とかしのげますか？無理です。徹底的にこの国の景気を底上げしていくために、大きな呼び水を、大胆な経済政策を打っていく必要がある。そのためには消費税廃止、この一択です。どうかお力を貸していただきたい。令和新選組代表山本太郎と申します。消費税をやめることによって皆さんへのデメリットはほぼない。消費税収のうち一部使われていた社会保障へのお金をちゃんと手当てすれば、皆さんにとってのデメリットはほぼないと言える。逆に消費税をやめることによって大きなメリットがやってくる。先ほど言いました、毎日が 10% オフ、それに加えて皆さんの平均年収も上がっていくという話があります。山本の妄想じゃない。それは参議院の、これは試算です。計量シミュレーション、その計量シミュレーション、いわば試算によると、消費税をやめた5年後、1人当たりの平均年収は30万円上がる。やめた10年後、1人当たりの平均年収は58万円上がる。今どんどん上がっていってる物価、これに対して物価を下げるという効果を持つ消費税の減税、これは最低でもやらなきゃいけない。でも消費税の減税だけじゃ足りないんですよ。物価上昇と、そしてコロナの影響と、その前からある25年の不況、今この国に生きている人々は30苦の中であえいでる。だからこそ消費税減税では足らない。消費税廃止を行い、この国に景気、これ爆上げしていくっていう呼び水必要なんです。どうか力を貸していただきたい。私たち令和新選組に1枚目の投票用紙、東京にお住まいのあなたには山本太郎とお書きいただきたい。2枚目の投票用紙には比例、ひらがな3文字、令和とお書きください。山本さんね、熱意はわかるんだけど、国会議員700人いますよね。その中で令和新選組って5人程度なわけでしょ。それでどうやって消費税をやめるっていうんですか。そういう方に対して最後に言わせていただきます。2019年春に旗揚げをした令和新選組、その時に私たちが掲げた政策一丁目一番地は消費税の廃止でした。一方でその消費税廃止については、国会の中、永田町ではほとんどの人が笑いました。バカなんじゃないか、30年払い続けてきた消費税をやめられると思う国民がいると思う時点であいつらバカだ、すぐに終わる、そう言われた。でも結果はどうか。あれから3年、この参議院選挙を迎えて各党のマニフェストが出された。自民党と公明党以外ほぼ全ての政党が消費税は減税というところまで降りてきている。つまりは何か、たった3年5人という国会議員の数でも風穴が開くんですよ。そこに影響を及ぼせるんですよ。その先頭に私たち令和新選組、さらに立たせていただきたい。この選挙で数を増やし、そして消費税減税を実現し、その先の消費税廃止まで私たちにやらせてください。どうもよろしくお願いします。令和新選組と申します。1枚目の投票用紙、東京にお住まいのあなたには山本太郎と書いていただきたい。2枚目の比例ではどうか、令和とお書きください。ありがとうございました。